国会。国会は、ヨーロッパとアジアの間にある内海で、大西洋の宴会、地中海、海洋学の一つである。マ々マ海を経て、英華海、地中海につながる。バルカン半島、アナトリア半島、コーカサス,スと、南ウクライナクリミア半島に囲まれており、ドナウ川、ドニエストル川、ドニエプル川などの東ヨーロッパの大河が注ぐ。 アナトリアとバルカンの間のボスポラス海峡、マルマラ海、ダーダネルス海峡を通じて地中海につながっており、クリミアの東にはケルチ海峡を隔ててアゾフ海がある。黒海に面する国は南岸がトルコで、そこから時計回りにブルガリア、ルーマニア、ウクライナ、ロシア、ジョージアである。黒海に面する有名な港湾にはイスタンブール、 ビュザンティオン、コンスタンティノープルから時計回りにブルガス、バルナ、コンスタンツァ、オデッサ、セバストポリ、ヤルタ、ガグラ、バトゥミ、トラブゾーン、サムスンなどがある。日本語ではもっぱら、国会と呼ばれる。英語では、トルコ語では、ロシア語では、ウクライナ語ではとなる。トルコ語のカラデニスには、偉大なる海という意味の他に、黒い海という意味もあり、ちなみに、 地中海はトルコ語でアクデニズ、白い海という。ギリシア神話の時代には、国海沿岸などギリシアより、北方の未開地に女性だけの部族アマゾンがいて、国海もかつてアマゾン海と呼ばれた。現にトルコ沖にはアマゾン島がある。古く、紀元前700年頃から500年頃は、古代ギリシア語でアクシーノスポンテス、暗い、薄暗い海、 ラテン語で、足の良いい海と呼称されていた。東ローマ帝国の文書内では、ポンテス、ポントスとだけ記述されている場合が多い、ギリシア語で、海の意。中世、500年頃から1500年頃には、イタリア語文献では、マレ・マジョグレーターシー、偉大なる海という名称が用いられ、アラブの文献では、多数の名称、ローマの海、偉大なる海、トラブゾンの海、 東が用いられている。オスマン帝国期、1500年頃から1700年頃には、オスマン帝国初期にトルコ語で、カラデニス、偉大なる海という名称が、文献に現れ始める。ロシア帝国期、1700年頃から1860年には、チェノモア、黒い海という名称が用いられている。1860年以降になると、ブラックシー、 国という英語の呼称が国際的に使われるようになった。面積は4 3 6 4 0 0トルある。最大水深は2 2 0 6ル。名称は黒みを帯びた海水に由来し、この黒みの原因は流化鉄であるとする説と、地中海よりも豊富な微小藻類であるとする説がある。前者は次のように説明される。国海は大陸に囲まれた海であり。 地中海と過労死で結ばれているだけの閉鎖性、水域である。国海の海水は、水深200メートルを境として冷たく塩分の薄い、氷層水、河川から入りし、地中海へ流出と、暖かく塩分の濃い深層水、地中海から流入がそうなして混合しない。このため深層水では、酸素が欠乏し、焼け性バクテリアによって、硫化水素が発生し、 海水中の鉄イオンと結合し、黒色の硫化鉄を生成する。氷層水は十分な酸素を含むため豊かな生態系を用しており、漁業も行われている。漁獲港は年25万トンから30万トンに上り、その3分の2がアンチョビで、残りはアジアイワシ、ニシニやチョウザメなどである。気候は南西部が地中海性気候。 北端のドニエプル川川口付近がステップ気候である他はほぼ全域が温暖湿潤気候である。北東岸にはさすが多く発達し、最も長いものではオデッサやドニエプル川の西からクリミア半島近くまで 130km にも渡って伸びているものがある。クリミア半島は東部で細いケルチ海峡によりそれ、伊東と分離されているが北側も 大陸とそれほど格好としたつながりがあるわけではなく、国海とアゾフ海とつながる深いの間は、幅 5km 程度のペレコープ地境によって、つながっているに過ぎない。北東岸、特にウクライナ領内の海岸は平坦で、大平原の広がる、国葬地帯となっているが、クリミア半島南岸近くには、クリミア山脈が伸びており、海岸線近くまで山が迫っている。これは、 北西岸も同様で、高架カ山脈が北西から南東に伸びており、海岸平野はさほど広くない。南岸のアナトリア半島でも海岸沿いにポントス山脈が東西に伸びており、平原の発達はあまりない。国海に注ぎ込む河川のうち最大のものは、西岸、ルーマニアウクライナ国境で流れ込むドナウ川である。ついで、同じく北西岸に流れ込むドニエストル川。 北岸に流れ込むドニエップル川が大きなものである。これ以外は南岸、アナトリア半島の中部から流れ込むクズルールマク川を除き、大河と呼べるものはほとんどない。国会はそれ自体が重要な交通路となっているほか、流れ込む河川交通との連結運輸も重要となっている。ドン川からはボルガドン運河を通してボルガ川やカスピ海と結ばれ、さらに、 ボルガ川からは、ボルガバルト水路を通じて、バルト海と、さらにその途中のラドガ湖で、八海、バルト海運河によって八海まで内陸水運のみで、繋がれている。また、西では、ドナウ川からラインマインドナウ運河を通じてマイン川、ライン川へ、さらに北海へと結ばれている。南西にイスタンブールがあり、古くから東ローマ帝国、オスマン帝国の首都があったことから、 国会地域の歴史は複雑である。オスマン帝国時代には、タイ、ウクライナなどの国会貿易もあった。国会が位置するのがアジアとヨーロッパの境界線上であるため、中東市、ヨーロッパ市、ロシア市のどの分野でも記述される機会が少なかったが、少しずつ国会周辺を一つの地域として国会歴史権をする学者が出てきている。紀元前7世紀頃から、 ボスポラス海峡を通ってギリシャ人が国会沿岸各地に植民をはじめ、タナイスやパンティカパイオン、オルビアといった植民史が各地に建設されていった。これらの植民史は北の草原地帯に住むスキタイ人やサルマティア人らの遊牧国家から彼らの支配地の国会沿岸国土チェルノーゼム地帯の農耕民から調税した穀物や戦争捕虜の奴隷を購入し、 葡萄酒や武器などのギリシャの産物等を取引して力をつけていった。また、これらの植民所都市、特にトナイスは、東西交易路の一つ、ステップルート、草原の道の生誕にも当たっており、国会はこの頃にはすでに東西交易の重要なルートとなっていた。スキタイ人の手により、東方の産物が植民都市に持ち込まれ、ギリシャ人によって地中海世界へと運ばれていった。 この交易の様子はヘロドトスの歴史にも描かれている。そして紀元前5世紀にはこれらの植民地を統合してボスポロス王国が成立し穀物などの貿易を基盤にして国力をつけていった。ボスポロス王国は後にローマ帝国の従属王国となりつつ4世紀頃で存続したが紛族によってほぼ滅ぼされた。紀元前1世紀に入ると コントス王国など国会南岸の諸国はすべてローマ帝国の領域となり、ローマの勢力圏となった。ローマ帝国が衰亡し変質していく中、コンスタンティノス一世は330年にローマ帝国の首都をローマからコンスタンティノープル、現イスタンブールへと遷都する。395年のローマ帝国の東西分裂後は、コンスタンティノープルは東ローマ帝国の首都となり、 人口数十万を要する世界有数の大都市となっていった。コンスタンティノープルは短いボスポラス海峡を通じて国会に直結しており、この大都市の出現により国会交易はさらに盛んになった。東ローマ帝国自体も国会北岸の古いギリシア植民都市であるケルソネソス、セバストポリ及びその付近のクリミア半島南岸を手中に収め、 国会を掌握していた。650年頃、それまで西特設の総主権下にあったハザール河岸国が独立し、カスピ海から国会北岸を勢力下に置いた。ハザールはイスラム帝国とは敵対する一方、東ローマとは基本的に友好的な関係を維持した。またハザールは商業を保護し、バルト海からボルガ川を通ってカスピ海。 国会へと向かう、バリアーグからギリシャへの道、下記の西より、ルトを活性化させ、またステップルートの再活性化にも努めた。ハザールの国会北岸支配は10世紀まで続いた。9世紀前半以降、バイキングの一派である、スウェーデン人、バリアーグによって、バリアーグからギリシャへの道と呼ばれる、バルト海と国会を結ぶ交易ルートが開設される。ルーシを貫き、 ノブゴロドからキエフを通りドニエプル側で国会へと向かう。このルートはヨーロッパの南北を東側で結ぶ主要ルートとなり、キエフ大公国などのルーシ諸国家を東ローマ帝国と強結びつけた。この時期に東ローマの国境であるキリシア政教がロシアに受容されている。第四次十字軍によって東ローマ帝国が一時滅亡すると、 十字軍側のラテン帝国についたベネツィア共和国及び東ローマの後継国家であるニカイア帝国と結んだジェノバ共和国が古代ギリアと同様の対遊牧国家の国会交易へと進出し1261年の東ローマ帝国復活後はジェノバが国会交易を握りケルチュ半島のカッファなどに植民地を築いたしかし14世紀に入ると アナトリア半島に起こったオスマン帝国が勢力を拡大し、1453年にはコンスタンティノープルを落として東ローマ帝国を滅亡させ、コンスタンティノープル、イスタンブールに首都を置いた。国会とバルカン半島、アナトリア半島をつなぐ用地に大帝国が本拠を置いたことで、これ以後国会の政界権はオスマン帝国が握ることになる。1475年には、 国会北岸にあったモンゴル帝国北西文国、ジョジュールスの末裔、クリミア半国を従属国とし、クリミア半島南岸に残っていたジェノバーの植民地もオスマン帝国が直轄領とたことで、国会はオスマン帝国の内海となった。この状況が変化するのは、ロト戦争。 1768年から1774年に勝利したロシア帝国が1774年の旧竹海ナルジ条約によってアゾフ及びケルチを獲得し国会北岸に共闘法を築いてからである。ロシアはそれまで首都サンクトペテルブルク他わずかな港しか持っておらず、それも陶器にはすべて決票するものであり、不登校の獲得は悲願であった。この条約においてはロシアに 国会、地中海の自由航行権も認められ、ここを足がかりにロシアは国会へ進出していく。1776年には、セバストポリに国会艦隊が設立され、1783年には、クリミア半国を併合して、完全に国会北岸を領土化した。ここにおいて、国会はオスマンの内海から、ロシアとオスマンの海となった。 さらにロト戦争、1787年から1791年のヤッシー条約によって、ロシア領は黒海北西岸のエディサン地方に拡大し、この地にロシアは1794年にはオデッサ港を開港した。これにより、外海への出口を獲得したロシアは、イゴースマン帝国を圧迫しながら、徐々に南へと領土を広げていく。この政策は、 南下政策と呼ばれ、ロシア外交の根幹となるが、ロシアの強大化を恐れるヨーロッパ列強諸国はこれを認めず、オスマン帝国を支援する側に回った。この国会の政界権争いも含むロシアトルコ及び列強諸国間の対立は、東方問題と呼ばれて19世紀ヨーロッパ外交の焦点の一つとなる。ロシアは、ロト戦争。 1828年から1829年でも勝利を収め、1833年のウンキャル・スケレッシ条約によって完全に国会の政界権を握った。しかし、イギリスなどがこれに反発して1853年にはクリミア戦争が勃発し、ロシアは敗れ、1856年のパリ条約によって国会は非武装化され、 国会艦隊も解体されてこの海域は中立化されることになった。しかし1871年、ロシアはパリ条約を改定させ、再び国会艦隊を再建した。ロト戦争、を、1877年から1878年の講和条約である1878年のサンステファの条約によって、ロシアは国会請願を中心に、 さらに勢力圏を南下させたが、同年のベルリン条約によって一定の歯止めがかけられた。また、サンステファの条約によってブルガリアがほぼ独立し、また、ベルリン条約によってルーマニアが北ドブロジャを得て国会への出口を確保した。これにより、ルーマニアの海への出口となったコンスタンツァ港、ブルガリアの玄関口となったバルナ港、ブルガス港の整備が進められた。 ロシアの進出による国会北岸の一元支配は北岸の経済活性化をもたらした。一元支配によりこの地方での戦乱がやむと、もともと肥沃な北岸ステップ地帯には急速に入植が進み、ロシア最大の国葬地帯となっていった。オデッサ港はロシアの南の玄関口となり、国会沿岸の肥沃な農地から取れる穀物の輸出港として栄えた。また、 オデッサ港やロシア中央部から鉄道が延伸され、ドンバス地方の丹田やクリボイロ部の鉄鉱石をもとにして、製鉄をはじめとする工業化が、ウクライナ北東部で急速に進んだ。第一次世界大戦が勃発すると、国会では、ロシアとオスマン帝国海軍、ドイツ帝国海軍との間で、激しい戦闘が数度行われた。1917年、ロシア革命によって、 ロシア国会艦隊は数度所属を変えることを取り、最終的に1920年にソビエト連邦の管轄下に入るものの、この間主要艦船は国外に脱出し、国会艦隊は壊滅状態となった。1920年、大戦に敗北したオスマン帝国は、セーブル条約によって、国会の出口にあたるボスポラス海峡、マルマラ海、ダーダネールス海峡とその周辺地域は、 国際機関、海峡委員会の管理下に置かれることとなったが、この条約に反発したムスタファケマルが他国を追い払い、1923年に締結されたローザンヌ条約では、海峡の自由通行は認められたものの、海峡管理権はトルコ共和国のものとなった。さらにトルコは条約の改正を求め続け、1936年のモントルー条約によって、 朝鮮の自由通行と軍艦の通行制限が認められ、これによって国会沿岸諸国の地中海進出は再び阻まれた。ソビエト連邦が成立すると国会艦隊は再建増強されたものの1941年に始まる国会の戦いにおいて国会艦隊はドイツの航空機の前に劣勢を強いられた。第二次世界大戦後には国会艦隊は 三度再建され、国会はソ連の海となった。また、貿易上も国会はソ連にとって非常に重要であり、輸出の半分、輸入の4分の1は国会経由で行われていた。しかし、国会の出口はモントルー条約のもと、アメリカ寄りのトルコ政府が押さえてり、ここから地中海方面へソ連が進出することは困難だった。 1991年のソ連の崩壊により、国会北岸はほとんどが新たに独立したウクライナに、東岸はやはり新たに独立したジョージアに属することとなり、ロシア領は北東部のみへと大幅に縮小した。これらの新独立国を包含する新たな国家間機構の必要性が高まり、1992年にはトルコの主導により沿岸諸国によって、 国会経済協力機構が結成された。このか2001年にはやはり、トルコ提唱により、国会海軍合同任務軍が設立された。しかし、特に北岸のロシアとウクライナの間は、しっくり言っておらず、国会艦隊の所属やクリミア半島の帰属などで、対立が続いた。2007年には、ロシアウクライナガス紛争を避けて、ウクライナを迂回し、 国会のトルコ領海内を通って、ロシアとヨーロッパを結ぶパイプライン、サウスストリーム計画が発足した。2014年、ロシアは2014年ウクライナ騒乱に乗じて、クリミア編入を一方的に宣言した。2014年クリミア危機。国会沿岸で最も大きな都市は、トルコのイスタンブールである。人口は1300万人を超え、ヨーロッパでも、 有数の大都市圏を形成している。古くは東ローマ帝国時代よりこの地域の中心となる都市として栄えてきた。これに次ぐ都市はウクライナのオデッサである。18世紀末に建設されたこの都市は非常に新しいがロシア帝国、ソビエート連邦時代を通じて貴重な不登校としてまた肥沃なウクライナの小麦などの産物や工業製品を輸出する港として 急成長した都市である。人口100万を超える大都市はこの2都市であるが、他にもロシアの軍港都市として成長してきたセバストポリア、1950年代より大観光地として急速に開発が進められたソチ、カスピ海からの原油パイプラインの終点があり、石油積み出し港として栄えるノボロシースクなど特色ある都市が多い。西岸では ルーマニアの玄関口であるコンスタンツァ、ブルガリア北部の主要港であるバルナ、同じく南部の主要港であるブルガスが大きい。南岸ではイスタンブール以外にも西からゾングルダク、シノプ、サムスン、トラブゾンといったトルコ領の港湾都市が多数存在する。この地方の最大都市はサムスンであり内陸部との交通の便も良いため古くから産業、商業都市として栄えた。 1919年5月19日には、ムスタファ・ケマル・パシャが国会からサムスンへと上陸し、この日からトルコ革命が勃発した。トラブゾンは、旧名トレビゾンとで、東ローマ帝国が一時滅亡した、最のトレビゾンド帝国の首都だったところである。東岸のジョージアには、北からスフミ、ポティ、バトミの3つの主要港があるが、スフミはアブハジア自治共和国に、バトミは、 アジャリア自治共和国にそれぞれ属しているため、ジョージア政府は自国が安定的に使用できるポティ港への傾斜を強めている。地政学観点で国会を考えるときに北にウクライナ、南にトルコ、東にジョージアという欧州を代表する国際機構、NATO、トルコは加盟、EU への加盟を目指しつつも実現できていない国々が、アコト、 また海を介した交流、協力、対立の歴史から近年国会地域という国会周辺国家を一つの地域として捉える研究が増えている。上記の国々が所属する国際機構、国会経済協力機構、ブセックやグアム、トルコは、オブザーバーは最終的な目標として欧州統合を掲げている点が共通している。 EU もまた、ルーマニアとブルガリアが NATO と EU に加盟したことから、その領域が国会沿岸に到達し、安全保障及び将来の欧州統合プロセスを考える際に、国会地域に対する包括的な政策の必要にられていた。その結果、国会シナジーや東方パートナーシップなどの地域イニシアチブを開始し、地域諸国との協力関係を模索している。そして、 欧州とは何か、すなわちヨーロッパ製、ユーロピーニキとは何かを考える際に、国会地域をどのように理解するかが重要となりつつある。国会は、ボスポラス海峡、ダーダネルス海峡を通じて、地中海に通じ、さらに地中海からジブラルタル海峡を通じて、大西洋へ、スエズ運河を通じて、航海からインド洋へと抜けることができ、 ユーラシア大陸の奥深くに食い込んだ内洋の先端部に位置するため、周辺諸国にとって貴重な海運ルートを提供している。ブルガリア、ルーマニア、ウクライナ、ジョージアにとっては唯一の海洋であり、また、ロシアにとっても国海沿岸は不登校として、また南部の玄関口として非常に重要である。ソビエト連邦崩壊以降、 東のカスピ海沿岸地域での石油開発が盛んになったため、カスピ海から最も近い外洋である国会への石油積み出しが盛んに行われるようになった。カスピ海からの石油パイプラインは従来すべて北のロシア方面へと走っていたものの、カスピ海の石油産出が増加するにつれ、国会沿岸へのパイプライン建設の必要性が叫ばれるようになり、まず1997年、 それまで、ノボロシースクからバクーへと走っていたパイプラインを回収し、バクーからノボロシースクへ走るパイプラインが建設された。ついで1999年、バクーから国会沿岸のジョージアスプサ港へのパイプラインが建設された。このルートは陸上距離が短く、建設、輸送コストが抑えられる上、ロシアを経由しないため利用価は高かったが、 パイプラインとしては小規模なものだった。ついで、2001年には、カザフスタンのテンギス油田からの CPC パイプラインが、ノボロシースクまで建設され、黒海は重要な石油輸出ルートとなった。しかし、黒海と地中海を結ぶ、ボスポラスダーダネルス領海峡は、非常に幅が狭く、石油輸出船の急増により船舶通行量は、限界に達しつつあった。 2004年にはトルコが両海峡のタンカー通行規制を強化し、その結果タンカーが国海にて滞留する事態となった。このため、国海を通らない石油ルートが再び模索され、2006年には、バクーからジョージア内陸部、トルコ東部を通り、トルコ領南東部にあって、地中海に面するジェイハン港へと直接抜けるバクーとビリシジェイハンパイプライン。 BTC パイプライが開通し、これにより国会の石油輸出に占める重要性は死活的なものではなくなった。国会沿岸全域は温暖な気候であり、北岸のクリミア半島やコーカサス地方などは、ロシア国内でも最も過ごしやすい気候であることから、ロシア帝国時代からリゾートとしての開発が進められ、特にソビエト時代は他国への渡航が難しかったこともあって、 急速に開発が進んだ。特に観光の中心となっているのは、クリミア半島最南端のサール一岬から東に伸びる海岸であり、クリミア山脈との間の狭い平地に、ホロス、アルーブカ、ヤルタ、フルズフ、アルーシタ、スダーク、フェオドシアといった海水浴場、リゾート地が連なっている。この海岸はかつてロシアのリビエラとも、コートダジュールとも呼ばれていた。 特に大きなリゾート地であった、ヤルタ、ゲンウクライナ領では、1945年に、ヤルタ会談が行われ、第二次世界大戦後の世界の枠組みが決められた。ヤルタの西に位置する、ホロースには、ソビエト連邦最後の指導者であったミハイル・ゴルバチョフの別荘があり、1991年8月19日、ゴルバチョフがここを訪れていた際に、ソ連8月クーデターが発死、 クーデター集結までゴルバチョフはその別荘に軟禁されていた。この地域と並ぶもう一つの観光中心はケルチ海峡を挟んで東側にあり、コーカサス山脈の南に細長く伸びる海岸地域である。北からアナパ、ン、トゥアプセ、ソチ、ガフラ、ピツンダ、スフミといったリゾート地が続いているが、ソ連崩壊後は、ソチまではロシア領、ガフラとピツンダ、スフミは、 ジョージアうちのアブハジア共和国領となっている。このため、アブハジア領内のリゾート、特にガグラは、アブハジア戦争によって大打撃を受け、未だ観光業は立ち直ったとは言えない。一方、ロシア領のリゾートは、再び大観光地としての地位を取り戻し、中でも、ヤルタと並ぶ大リゾート地である、ソチでは、2014年に、ロシア帝国、 ソビエト連邦時代を通しても初のロシアで行われる冬季オリンピックであるソチオリンピックが開催された。この他にもロシアやルーマニア、ブルガリア、ジョージア領内には多くのビーチリゾートが存在する。ブルガリアでは世界遺産でもあるネセバルやバルナのプリモルスキにあるゴールデンサンズなどが著名なリゾート地である。国会の船員は白亜紀の火山湖が分離したことと 新旧低地スカイの沈降によるところが大きいが、それらの時期については、議論がある。形成初期から圧縮力が働き盆地として、沈降したが、火山活動と作り山運動も、無数に生じ、コーカサス、クリミア、バルカンなどの産地が形成された。現在も続く、アフリカプレートとユーラシアプレートの衝突と、北及び東アナトリア断層に沿って、 アナトリア地海が西へ動くことが黒海を沈降させ、アナトリア地域で火山が活発化する原因であ。これら地質メカニズムが長期にわたって黒海を他の海洋から隔離したと言える。今の海底地形の特徴として、クリミア半島から南に伸びる盛り上がった部分が作る浅い陸棚があり、1 9 0トルの広がりを見せる。国海の中央部は、 日焼性の深海平原で最大水深はヤルタの南で2212メートルになる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。